はいどうも、ショートイズのショートです。はい、今回の動画ではバスターコール店のデビリッシュナミを開封レビューしていきたいと思います。はい、で自分のチャンネル見てくれてる方は多分みんな知ってると思うんですけど、まあ一応説明しておくと、バスターコール店はワンピースを題材に世界中のアーティストさんやクリエイターさんとのコラボで開催された展覧会になってます。でまあいろんなフィギュアとか、まあ、絵画とかね展示されていたんですけど、まあ、展覧会に合わせてバスターコールストアっていうのがあって、でそこで一部商品化されて、その中の一つがこのデビリッシュナミになります。一応このナミは2色商品化されてるんですけど、今回ご紹介するのはノーマルカラーっていう方ですね。でもう1色はねダークカラーっていうのがあるんですけど、これはねバスターコール店のアートブックの付録になってます。まあ、ちょっとね人によってどっちが付録なんだいって感じではあるんですけど、なんでまあフィギュア単体で買えたのはこのノーマルカラーだけですね。はい、ということで一応商品概要を見ていきたいと思います。はい、でこちらまず発送が2021年の9月、で当時の販売価格が8250円税込みになります。結構サイズにしてはねお高めなフィギュアになってますね。はい、でこちらフリマサイトの現在の取引相場なんですけど、だいたい1万3000円前後ですね。結構数なくてレアものになってきてるので、欲しい方は早めに買っといた方がいいかもしれないです。はい、でこの波デザイン原型彩色まで全て石崎沙織さんが手掛けられています。でまあこれもほんとね説明いらないと思うんですけど、可愛いフィギュアたくさん作られてる原型師さんですね。はい、ということで、まあ、いつもねレビューしてるフィギュアとはまた違った感じのテイストのフィギュアになるんですけど、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速開封から見ていきましょう。はい、それでは開封やっていきたいと思います。ちょっとねいつもの机と違ってパソコン作業してる机で撮ってます。はい、で今回バスターコール店で展示されていたデビリッシュナミですね。すごくシンプルなパッケージになってます。あれ、こう記載のある通り石崎沙織さんがデザインから原型彩色まで全て手掛けられています。あれ、パッと見ね真っ黒のパッケージなんですけど、こんな感じでめちゃめちゃバスターコールって書いてありますね。はい、裏面は注意書きとかですね。で箱上部こんな感じ、底面もこんな感じになってます。よし、早速開けていきましょう。でこれカッターいらないんですよね。おお。はい、でブリスターでこんな感じに入ってるんですけど、これ箱もいいんだよね。ここにもデビリッシュナミ入ってて、でここですね、バスターコール入ってます。はい、じゃこれも取り出していきましょう。これ外れますね。こんな感じのブリスターになってます。これも取り出せるかな。こんな感じですね。じゃあ黒いブリスターになってます。はい、でまず本体ビニールで包装されてますね。はい、こんな感じ。おお、すごいじゃんこれ。はい、本体こんな感じになります。いやーすごい、なんか普段開封してるフィギュアとは違ってなんかアーティスティックですね。これ芸術作品的な雰囲気がすごくあります。まあね、ショートイズでは珍しくね、このお顔がデフォルメされてるフィギュアですね。目とかね、すごい立体的です。この角も可愛いっすよね。角生えてるキャラ好きなんだよな。で、このタトゥーがね、入ってますね。このいつものタトゥー以外も、こんな感じで。めっちゃタトゥー入ってます。で、髪の毛も綺麗にグラデーションしてますね。で、一応これね、頭が取れるっぽいですね。ごめん。はい、こんな感じですね。この尻尾とかもついてますね。まあ、ナミさんプラス、この小悪魔っぽいね、この赤い尻尾だったり、角だったり、このヒールがいい感じですね。いや、めっちゃおしゃれ。はい、で、一応ここに穴が開いてます。これはね、多分ね、これね、この槍をつけるためだと思います。はい、ちょっと槍見ていきましょうか。はい、で、三つ旗の槍こんな感じです。これもね、尻尾とかと同じ感じの彩色になってますね。暗めの部分とね、明るい部分でグラデーションになってます。結構長いね。ナミさんと比較すると、だいぶ長さがありますね。はい、一応ダボここにありますね。ここ、ナミさんの足に刺す感じだと思います。
はい、で内容物以上になりますので組み立てやっていきたいと思います。はい、で組み立てやりつけるだけですね。で、ナミさん側がここのお尻の部分の穴と槍の方の板をですね、これつけていきます。で、この腕の間を通す感じかな。はい、こんな感じですね。いや、めっちゃおしゃれで可愛くない？これね、多分机に置くわ。これいいわ。これおしゃれだよね。はい、ちょっとね、サイズそんなに大きくないんですけど、一応サイズチェックやっておきたいと思います。はい、で、まず高さですね。まあ、足元から、襟の先端まで測っていきます。一応こんな感じで、だいたい170ミリですね。意外と高さはありますね。ナミさんだけだと115ミリぐらいですね。こんな感じ。で、横幅がこの靴の端から襟の先端までですね。まあ、大体110ミリぐらいです。で、奥行きはこの肘の先端から足首までですね。大体80ミリぐらいですね。なんで、結構どこでも飾れる感じかなと思います。はい、それではレビューの方やっていきたいと思います。はい、ということで全体のレビューからやっていきたいと思います。はい、でナミどうですかね。やっぱり石崎さんが作られてることもあって、まあ、ディフォルメの度合いで言うとやっぱり旧ポスケットに似てる雰囲気がありますよね。なんですけど今回可愛いながらもかなりねセクシーな仕上がりになってると思います。やっぱりこのナミさんと小悪魔っていうねコンセプトがすごくマッチしていて、すごく完成されたデザインだなと感じました。で、今回のフィギュア若干ね成型色っぽいところも見受けられるんですけど、まあ、かなりね彩色工夫されていてパッと見ね気づかないぐらいには気にならないかなと思います。はい、それではもう少しアップで細かいところを見ていきましょう。はい、でまず下半身がこんな感じでデニムになってるんですけど、ダメージの表現がされていて穴の周辺は糸がほつれて薄くなっている表現が彩色でされています。で、正面チャックがね開いてる感じになっていてグリーンのビキニが見えるようになってます。はい、でこのダメージデニムはかなりこだわって作られていて、このシワ感とかもすごく細かく造形されてますし、しっかり墨入れだったり汚れの塗装もしてあったりします。はい、でこのヒールがおそらくパール塗装ですかね。暗めの赤のグラデーションになってるんですけど、かなりキラキラしたラメのような光沢があります。はい、で上半身こんな感じになってます。上半身はねかなりタトゥーが印象的ですね。まあ、左肩のみかんと風車のタトゥーも入ってますし、あとねベリーのタトゥーとか、あとひまわりかな、花っぽいタトゥーも入ってますし、胸のところにはハートマークのタトゥーが入ってます。で、肌はねちょっと成型色っぽい感じにはなってるんですけど、ビキニはしっかりグリーンのグラデーションで塗装されています。はい、でお顔はこんな感じになってます。すごく可愛くディフォルメされてるんですけど、かなりね造形細かいですね。眼球のところがくぼんでいたり、まぶたも立体的に造形されてますね。で、かなり光彩の部分も綺麗にプリントされています。はい、で角がヒールと同じ感じの塗装なんですけど、こっちの方がね形状的にパールだったりグラデーションの感じが綺麗に見えますね。はい、で髪がこんな感じで、多分上の方のオレンジは成型色っぽいかな。この下の赤っぽいところは塗装されてますかね。まあ、綺麗なグラデーションになってます。はい、でちょっと今回机に飾ってみました。なんかこういう感じのね結構可愛めのフィギュアはなんかすぐ見れるね、ちょっと手元に置いておきたくなりますよね。で、まあ、結構おしゃれなんでインテリアの雰囲気とかにも馴染みやすいかなと思います。なんであんまりがっつりアニメっていう感じのフィギュアを置きたくない方にもおすすめできるかなと思います。はい、それではレビューを踏まえてポイントをつけていきません。まあ、ちょっといつもの評価方式でやってもね全然参考にならないと思うんで今回は省きます。一応代わりに感想なんですけど、コレクターさんとかはねちょっとこういう特別感のあるフィギュアすごく好きだと思うので、まあ、今定価からねそこまで値上がりはしてないので、ぜひ気になった方購入検討してみてはいかがでしょうか。めちゃめちゃ可愛いですし飾りやすいのでとてもおすすめです。はい、今回のデビリッシュナミいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの感想も教えてください。はい、ということで今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの新作情報や開封レビュー動画をどんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。